ハイスラー式蒸気機関車ハイスラーの構造ハイスラー式蒸気機関車は歯車式機関車の主要な三形式の中で最後の型である。1892年にチャールズ・ハイスラーが特許を取得して1891年に試作車を製造した。クライマックス式蒸気機関車よりも幾分小型のハイスラーの設計は2機のシリンダーが45度の 傾斜角の V 型に気筒の構成が特徴である。出力は長手方向の伝達軸が大枠の中央にあり、前後の台車の外側の車軸の覆われた傘歯車に伝達する。それぞれの台車の内側の車軸は外部の主連棒を介して外側の車輪と連動する。1897年、ハイスラーは三大車式の機関車の特許を取得した。クラス C の正式機関車は、 淡水車の3番目の台車を駆動する。シェイとは異なり、ハイスラーの設計では1本の連続した直線の伝達軸で伝達しない。代わりに、淡水車の台車は、機関車の台車から傘歯車を介して接続された。この特許は、同様に4機と B4 シリンダーの使用も網羅していた。ハイスラーは、歯車式機関車の設計で最も速く。 製造会社の主張によれば、それでも、なお、低速での経営能力は同じであるとされた。ハイスラーは当時、製材業者向けに独自設計の、歯車式蒸気機関車を生産していたニューヨーク州のダンカークのダンカークエンジニアリングが、ハイスラーは改良できると考えた。彼らは、ハイスラーの設計を採用しなかったが、1894年に、ペンシルベニア州、 エリーのスティームマニュファクチュアリング社が製造を開始して1904年まで生産した。1907年にハイスラーロコモーティブワークスに改装されハイスラーの設計の機関車を1941年まで生産した。ニュージーランドの A&G プライスは1943年に製材業を営むオジル B&CO からハイスラーの発注を受けたが、 ハイスラーの生産は1941年に終了していたのでできなかった。その結果、1944年のメーカーの148号が最後のハイスラーの設計の機関車になった。ハイスラーは大半がにあるいは三大車式で、大きさは17から95メートルトンだった。単線の狂気のハイスラーが、ミルウォーキー州デークシュアストーン向けに7号機が製造された。 ハイスラー式機関車の歯車は、正式蒸気機関車とは異なり、大枠の内側で保護されていた。しかしながら、ハイスラーの伝達軸は、大枠の中心に位置したので過失の空間が制限され、この理由により A&G プライスが彼らのハイスラーを1943年に製造したとき、彼らは木材の燃焼と伝達軸に対応する問題を、 軽減するためにベルペア式化室を採用した。ありがとうございます。